やれやれ、口ほどにもない連中だ。まあサラ教官の武術訓練に比べたらね。それは言えてるかも。勝負はあった。投降して大市の人たちにきちんと謝罪してもらうぞ。そちらの盗難品も全て回収させてもらうわ。それと誰に頼まれたかも話してもらう必要がありそうだな。ん？エリオット？どうしたの？うん、なんだか笛のような音が聞こえたような気が。これって大型の獣か。この自然公園の主といったところか。どうするリン？さすがに彼らを放り出すわけにもいかない。みんな何とか撃退するぞ。承知。あ、分かったわ。女神様、どうかご加護を。強敵ね、気をつけて。任せるがよい。はっ。さてと、みんな元気を出して。つかむ。参る。私の番ね。さてと、やっ。甘い。行くぞ。食らうがよいよい。あっ、後陣だ。
葉だね。みんな元気を出して。はい。そこだ。私の番ね。行くわよ。ヒュン！私の番だわ。はい。俺の番だな。はあ。任せてちょうだい。行くわ。アークス駆動。マイル。そこだ。タッ。やっ。私の番だわ。はあ、僕の番だね。みんな元気を出して。ちょうだい。行くわ。俺の番だな。そこだ。はっ。私の番だな。はっ。攻撃。続けていくよ。僕の番だね。やっ。行くぞ。
私の番ね。Thank you.
が剣にかけて悪は許さぬ。ダメかと思ったよ。だがなんとか撃退できたようだ。リン、今しがた見せたの？なあ、修行の賜物さ。今まで実戦ではろくに使えなかったんだが、なんとかコツがつかめたみたいだ。そうか。やっぱりリーンはすごいな。いつもここぞという時にやってくれるものね。いや、みんなのおかげさ。今の魔獣にしたってみんなの力を合わせなければとても叶わなかっただろう。この勝利、俺たち A 班全員の成果だ。そうね、みんなの成果か。あの野郎。これって面倒な者たちが駆けつけてきたようだな。鉄道網の中継地点でもあります。そこで起きた事件については我々にも捜査権が発生する。そのことはご存知ですよね。そして元締めの方たちをはじめ関係者の証言から判断するに、こちらの学生さんたちが犯人である可能性はあり、何か異議はおありでしょうか？ならばあとは我々鉄道憲兵隊にお任せください。盗品の返却も含めて処理させていただきますので。拘束してください。少々お付き合い願えませんか？
さすがにそこまでは考えてないけどね。あ、サラ教官。やれやれ、ようやくのお出ましか。サラさん、どうもお久しぶりです。ええ、半年ぶりくらいかしら。それにしてもまさかあんたがここに出張ってくるとはね。ひょっとして全部お見通しだったってことかしら。それは買いかぶりですよ。とある筋からの連絡を受けたのは確かですけれど。ああ、お宅の兄弟筋ね。随分と抜かりなく立ち回ってらっしゃること。あくまで状況に対応するために動いているだけですから。それでは皆さん、私たちはこれで失礼します。特化クラス7組、私も応援させていただきますね。あ、また寝てる。タヌキ寝入りってわけじゃないでしょうね。うん、呼吸を見るに本当に寝ているようだが。どうやら B 班の方が散々だったみたいだからな。そちらをフォローしつつ、一日でこっちに戻ってきたら。なるほど、お疲れ様だったみたいね。いつもひょうひょうとしてるからそんな風には見えないけど。一応は我らのことを気にかけてくれているようだな。初めての特別実習、何を目的としているのかなんとなく分かってきた気がする。そうね、やっぱりアークスのテストはあくまで目的の一つ。私たちにいろいろな経験を積ませるのが目的なんでしょうね。うん、知識でしか知らなかった帝国各地や住んでいる人たち、それに今回みたいな問題について体験させるつもりじゃないかな。うん、その上で主体的に突発的な状況に対処する、そういった心構えが求められていたような気がする。ああ、そして状況を解決できる判断力や決断力、そういったものを養わせようとしているのかもしれない。半分くらいは当たりね。サラ教官、先ほどは完全に寝ている呼吸だったが。寝起きのスイッチは切り替えがいい方なのよね。君たちの指摘通り、現地の生の情報を知っておくことは軍の士官にとっても非常に有益よ。そしていざ問題が起こった時に命令がなくても動ける判断力と決断力、そうしたものを養わせるために特別実習は計画されているわ。やっぱりそうなんですか。士官学校にしては画期的なカリキュラムというか。うん、それで半分ということは残りはどういう狙いなのか。あら、どうしたの。いえ、そういった理念や実習内容を改めて考えると、それってなんだか遊撃士に似ていませんか。そういえば、民間人の保護を第一とする大陸各地に支部を持つ団体、支えるコテの紋章を掲げる民間の使い手たちか。最近じゃあんまり見かけなくなってるけど、確かにそんな感じだったかも。てへ、バレたか。
やすや。はあ、どこまで本気なのかしら。遊撃士か。何、まあいずれそのあたりも明かされる可能性は高そうだ。我らは我らで次の実習に備えておけばいい。そうだな。あら、まだ何か気になることでもあるの？いや、そうじゃない。入学して7組に入って一月が経って、考えればみんなにはずっと不義理をしていたと思ってさ。不義理？八王一刀流のことではないようだな。まあそれとは別に一つ黙っていたことがあるんだ。俺の身分についてだ。え？もしかしてあなたの家って。ああ、ま、俺の身分は一応貴族になる。あ、帝国本山岳地ユミル、そこを治めているシュバルツァー男爵家が俺の実家になる。ユミルの、そうだったの。シュバルツァー、そうか、聞いたことがある。男爵いながら皇帝家にゆかりのある誇り高き名家だと。まさかリーンまで貴族の若様だったなんて。見ての通りそんな玉じゃないさ。父も母も気さくで堅苦しさからは縁遠いし、それに養子だから貴族の血は引いていないんだ。え、うん、あなたもいろいろ事情があるみたいね。そんな大層な事情じゃないけど、それでもみんなには黙っていられなくなったんだ。共に今回の試練をくぐり抜けた仲間として、これからも同じ時を過ごす7組のメンバーとして。リーン、同じ時を過ごす仲間か。まったく生真面目すぎる性格ね。その話帰ったら他の人にもちゃんと伝えなさいよ。ああ、そのつもりさ。狂わされたな。想定の範囲内だ。今後の計画の障害となり得る鉄道憲兵隊と情報局、その連携パターンが見えただけでも大きな成果と言えるだろう。確かに。それではこのまま計画を進めるとしようか。ああ、もちろんだ。すべてはあの男に無慈悲なる鉄槌を下すために。すべてはあの男の野望を完膚なきまで打ち砕かんために。この調子で頑張りなさい。もう少し頑張ってほしかったわね。
you